覚悟はいいそれが全力なのなら次やっても私が勝つね <laughs> 結構楽しかったよどうやら実力が違いすぎたみたいだね今回負けだって次に勝てばいいのさ そうだろ残念だね私の方が強かったみたいだバイその程度なのがっかりねはあやれやれあんたがタフすぎて倒すのに骨が折れたよ つい足に力が入りすぎちゃったよ大丈夫かあんた強かったけど私に勝ちたいならもっと頑張りな私も自分の強さには自信があるのさウォーミングアップで倒れられちゃ困るね ご飯なら呼んであげるからそこで寝てなまったくしつこいねあんたの負けだよ強い方が勝つ男だ女だってのよりよっぽどわかりやすいねもっと楽しませてほしかったね情けないね あんただったらまた戦ってもいいよ戦うだけが人生じゃないんだよはあだいぶ汗かいちゃったよ早くシャワーでも浴びたいね引き際はわきまえないと大けがするよ 悪いけどあんたみたいのは今までに何人ものしてきてるんだあらごとには慣れてるんでねまあんたもいい線いってたとは思うよまだやるつもりかい蹴られ足りないって言うんなら相手になるよ修行がしたいんならうちの店でバイトでもしてみるかい 今のままじゃ出来の悪いカクテルみたいだよもっと精進しておいではあ、チャンプって聞くとあのうるさいのを想像しちゃってやんなるよ人のためっていうのも立派だけどちゃんと自分のことも考えるんだね忍者って未だによく分かってないんだけどあんたのせいでさらに分かんなくなったよ あっちこっちフラフラしてたらいざって時に取り逃すよしすじやるなら勤務先はちゃんと考えなよ私の技を無た体と認めたらあんたはチャンプじゃいられないもんね子守は苦手なんだ早く保護者のところへお帰りあんたは酒強そうだね 次は飲み比べでもするかいテコンドーも10人トイロなんだねお互い技を知り尽くしてるとどうしても勝負が長引くねまそれも楽しいけど今回もまた仕事かい大変だねマリー枕持参で寝に来るなんて さすがにあんたみたいなのはうちの店にもいないね面を変えるのに意識を取られすぎだよ好きだらけじゃないか虎はいいけど最強のってのはそろそろ怪しくなってきてるんじゃないかい道場だ門下生だの言う前にしっかりあんたが勝たなくてどうするんだいまったく 手よりも足を増やした方が良かったんじゃない足元ふらついてるよあんたおっかなく見えるけど技は可愛いいもんだねなんだあんた酔っ払ってるのかい何言ってるのかさっぱりだよあんたは店に呼べないね絶対物を壊すだろ 最近ユリはこのまま突き進んだ方がいいんじゃないかって思えてきたよあんたを見てるとなんだか心が現れるよ